こんにちは、賃貸の正樹です。本日は大和郡山市九条町にございます一戸建て住宅の 4LDK の紹介をさせていただきたいと思います。まず私がいますのが、リビングになります。はい、約11畳ほどですかね、ございまして、大変広々としたリビングになっております。またね、こういう風にね、こうクロスもアクセントクロス使ってますね。大変おしゃれな雰囲気になっております。はい、こちらがですね、キッチンになるんですけれども、大変広々とした、もう手が届かないくらいの幅のキッチンとなっておりまして、システムキッチンで3口の、コンロついておりますし、まあ、調理台、まあ、シンクもね、大変広々しておりますので、大変使い勝手のいいキッチンとなっております。収納の方もですね、こちら上の収納ですね、ありますし、こちら下の方にも、収納もございますので、お鍋やフライパンなどたくさん収納していただけるようになっております。はい、こちらですね、床下収納もございまして、こちらですね、利用して、まあ、調味料なども収納していただけるようになっております。はい、キッチンの横にですね、給湯器のリモコンもございまして、こちらで温度変更していただけるようになっております。またリビングの方に、こちらモニター付きのインターホンついておりまして、こちらでお顔を確認していただいてお話をしていただけるようになっております。はい、続きましてリビング出まして、廊下を挟んでこちらですね、洗面所のご紹介をさせていただきたいと思います。はい、こちらですね、独立洗面台、またこちらの方に室内洗濯機置き場もございます。奥の方にですね、バスルームになっておりまして、はい、こちらも広々としたバスルームになっております。はい、またね、こちら追い台機能もついていますし、また換気窓もございますので、換気面もバッチリかなと思います。はい、続きましてお手洗いご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらですね、洋式の、ウォシュレットタイプになっております。またこちらの方も換気窓ございますので、換気面も安心していただけるようになっております。はい、続きまして玄関スペースご紹介させていただきたいと思います。こちらもね、大変広々とした、玄関になっております。まあ、こちらの方にもですね、シューズボックスなどお好きなシューズボックス置いていただけるようになっております。はい、続きましてお部屋4部屋続けてご紹介させていただきたいと思います。まず1階部分の和室のご紹介をさせていただきたいと思います。こちら、約6畳ほどございますでしょうかの和室となっておりまして、こちらの和室の方にもですね、押し入れ収納ございまして、こちら上の方にもございますので、お布団など収納していただけるようになっております。はい、続きまして2階に上がってお部屋の紹介をさせていただきたいと思います。はい、こちら上がっていただいてね、まあ、こういうところにスペースございますのでね、まあ、お好きな感じで使っていただけるようになっております。はい、ではお部屋のご紹介をさせていただきたいと思います。ウェーファンフィアございまして、洋室すべて洋室になっております。はい、こちらも大変広々とした洋室になっておりまして、ここの魅力はですね、はい、こちらですね、大変大容量なクローゼットがついております。はい、こちらで衣類など十分に収納していただけるようになっておりますし、まあ、こちらですね、少し奥行きのある、クローゼットになっておりますので、まあ、いろいろなものを収納していただけるようになっております。こちらの物件ですね、バルコニー2面ございまして、こちらの方からもバルコニーに出ていただけます。まあ、こちらでですね、まあ、洗濯物を干していただいてもいいかなとは思います。はい、続きまして、お隣のお部屋もご紹介させていただきたいと思います。はい、ここの大変広々とした洋室になっております。はい、どんだけクローゼットがあるのかというぐらいあるんですけど、全部開けてたらすごい大変なんで、はい、こういう感じでね、はい、ゆったりとした洋室、まあ、クローゼットもついてますし、ね、失礼します、ちょっと暗かったです。はい、こちらね、はい、すごいですね、ここ。これも十分に、まあ、衣類だけでなく、
いろいろなものを収納していただけるようになっております。はい、こちらですね。こちらの方からも出ていただけるんですけれども、もう一つの洋室の方にバルコニー の入り口ございますので、後ほどご紹介させていただきたいと思います。はい、最後3部屋目ご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらですね。こちらの方にも、収納もちろんございますし、また、ガラス2面、窓ガラス2面ございますので、大変明るいお部屋になっております。はい。はい、こちらの方ね、出ていただけるんですけれども、ちょっとだけ出てみたいと思います。はい、このように、まあ、屋根もついていまして、で、こちらで洗濯物を干していただけるようになっておりますし、また、ここの方にね、お布団なども、干していただけるようになっておりますので、大変快適なバルコニーになっております。はい、こちらね、大変大人気の物件になっておりますので、ぜひぜひ詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の朝日では皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。